はい、どうも皆様こんにちは、マリーです。今回は久しぶりにスクールガールストライカーズやっていこうと思います。今回は、いつの動画かは忘れてはいないんですけど、髪型を紹介してくれというリクエストがあったので、その続きを久々に、めちゃくちゃ久々にやりたいと思います。で、それが意外と短くて、残りこんだけしかないんですよね。ターニャからティエラ先生まで。じゃあ行きます。で、増えちゃったんですよね、やっぱり。まあみんな配信されてるので紹介する必要はないので今回はしませんけどごめんなさい、ちょっと声がさっきなんかカフェラテ飲んだばっかりで声がはい、じゃあ行きます。浴衣ヘアで、まあ大体の人は持っています。で、振り袖用です。で、パーティーヘアです。で、夜更かしヘア、まあ、これで最後ですね。私はよくこれとこれを使います。で、次フェイ、これは誰でも持ってますね。で、これがパーティーヘアです。まあ、上の飾りが特徴的で、まあ、なんかこの髪の毛の隙間がね、結構好きなんですよね。なんか変な人みたいな感じになってますけど。じゃあ、夜更かしヘアです。まあ、綺麗なお団子ですね。はい、サマーヘアです。で、あれ?飛ばしてないよね。あ、飛ばしてないね。なんか次ね、モニカだと思ってた。あれ?モニカだっけ?モニカ?違うわ。シャルロッテだ。うん。と、私これ好きかも。浴衣ヘアです。まあ、この髪型は結構、まあ誰でもしやすいですね。まあこの髪型は多分なんですけど、多分、大体女の人って3回か4回ゴムで髪の毛くくるじゃないですか。なんか1回回してくくって2回回してみたいな。で、多分2回ぐらいで止めたのだと思われるみたいな。日本語が。振袖用です。まあ、どういう風に止められてるのは、かはわかりませんけど。ナイス!パーティーヘアです。夜更かしです。まあ、ここら辺結構少ないんですよね。で、次は、ノエルか。おう、ノエルです。ノエルって意外と身長高いんですね。っていうか、2個しかないんですよね。パーティーヘアです。夜更かしヘアです。で、ちょっとめんどくさいんで、モルガナです。ちょっとなんかメンバーの名前全然覚えてないんですけど、やばい。最近ね、1日1回はログインしてるんですよね。まあ。サイコロだっけ?まあ、もらえるんで。ダイスか。パーティーヘアでーす。あー、間違えた。おやすみヘアです。この長い、綺麗に揃ったね、三つ編みが特徴的ですね。夜更かしヘアです。ちょっと髪の毛短めですね。まあ、多分です、なんですけど、まあ、この、ね、髪型で寝て、まあ翌日には、このような髪型になってるみたいな感じじゃないでしょうか。で、次、幸子さんです。まあこれは誰でも持ってますね。で、浴衣ヘアです。パーティーヘアです。おやすみヘアです。ストレートですね。
まあ、意外と長いんですよね。これがまた。ああ、重い。ちょっとやばいな。重たいな。こんな私がいたなんて。ゆふかしヘアです。私、こんなに綺麗に三つ編みできないんですよね。なんか、後ろでするっていうこと自体が無理で。浴衣です。パーティーです。おやすみヘアです。お、ちょっと反応がしない。まあ、これが一番好きです。浴衣ですね。ちょっと小学生っぽい気はしますけど、振り袖用ヘアです。パーティーです。で、これが一番お気に入りですかね。もうなんかすごいストレートなんですよね。なんかもう、もう私もこんなに綺麗な髪の毛にしたかったです。まあ姫カットですね。はい、ゆふかしです。サマーです。なんか制服とかと合わせるのも結構いいかもですね。ひなちゃんです。これいいじゃん。ひな楽しくなってきたかも。浴衣用です。パーティーヘアです。おやすみです。ゆふかしです。サマーヘアです。浴衣用です。パーティーです。おやすみです。ちょっとペースが。夜更かしです。これが一番好きです。はい、まあ一応紹介は全部終わりましたと。はい、なんか一人来てる。じゃあ最後にガチャ一回回して終わります。強いメモ海外は認めんぞ。あー普通か。なんかこういう匂わせぶりがね。はい、じゃあ今回はこれで終わろうと思います。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。